新聞編集者、牧場主。所属政党は民主党。出身はインディアナ州ウィットリー郡。サウスダコタ州の新聞会で活躍し、アメリカ合衆国会議員を3期6年の間、務めた。政界引退後は工業界のロビーストとして活動した。1881年8月13日。 ガンディは、インディアナ州ウィットリーンチュルバス港で、弁護士の父 WS ガンディと、母エレン J ガンディの間に生まれた。母エレンはガンディが7歳の時に死去し、父 WS ガンディは、エミリー J ドナルドソンと再婚した。ガンディは、鳥イン大学を卒業して、学士、サウスダコタ州ラピットシティに移り、編集者として、ザ・ゲートシティガイドで勤めた後、地元市、 ワスタが Z を発行する新聞社を買収、経営を始めた。サウスダコタ州上院議員、アメリカ合衆国土地局公金受取人を歴任した後、サウスダコタ州3区から会議員に選出され、1915年3月4日から1921年3月3日の間議員を務めた。政界引退後、ガンディは農業に従事し、牧場経営を行った。 1923年、ガンディは全米石炭協会事務局長に就任し、ワシントン DC でロビーストとして活動した。1930年に事務局長を辞任し、NCA の会員企業の一つ、ピットストン社に再就職した。歴政炭生産者委員会の委員長を3年、務めた後、ウェストバージニア州ワイデンに拠点を置く。 エルクリバーコールランバー社とバッファロークリークゴーリー鉄道車の経営顧問を務めた。1957年8月15日、カリフォルニア州ロスガトスで死去し、サウスダコタ州ラピットシティのマウンテンビュー墓地に埋葬された。ありがとうございます。